こんにちは、富永です。今回は体に吸収されやすい食べ物タイミングについて話をしていきたいと思います。でダイエットをしている人ってどうしてもですね、体に吸収されやすいものってすぐに脂肪に変わってしまうとか血糖値を急上昇させてしまうと思って結構避けがちなんですね。でそれと同じように食べ物とまだ別に運動をした後、筋トレをした後っていうのは体が吸収してしまうから、食べる時間が長く空いてしまった後っていうのは体が吸収しやすくなってるから、その時間はかなり気をつけないといけないと思っている人が多いんですよ。で確かにですね、例えばその空腹時間が長い後にいきなり液体で吸収が早いような糖分が入ったジュースとか甘いジュースとかを飲んだら血糖値が急上昇してしまったりとか、そういうふうな問題が起こることは確かにあると思うんですよ。でそのために例えばその食べ順で野菜を先に食べたりとか、まあそういうのを考えてやるっていうのは大切なんですけど、けどですね、よく考えてみてくださいね。早く吸収されるっていうことは血糖値が早く上がるっていうことなんで、満足感が高く得られやすいですよね。でしかも体にとってエネルギーとして素早く変換される可能性が高いですよね。もちろん吸収されたからってそこからエネルギーに変換されるスピードが上がるかどうかっていうのはまた話は別なんですけど、けど普通に考えたら血糖値が早く上がって満足しやすい、エネルギーに早く変換されて、まあその食欲が落ち着きやすいっていうメリットもあるわけですよね。で正直ですね、なんか自分の中ではその運動をしてその直後に吸収されやすいとか、この食べ物がすごい吸収されやすいから食べない方がいいとか、一食抜いた後とか食べない時間が長くなった後に食べると吸収されて脂肪に変わるからとか、あんまりそういうのって気にしたことないんですよね。確かにですね、さっきも話したように、まあ空腹の状態からいきなり甘いジュースとかを飲むと、それはやっぱりちょっと血糖値があまりにも大きく変動しすぎそうな僕もイメージがあるので、けどですね、確か僕が、血糖値を測定した時はそんなに変動しなかったんですよね。まあこれはもちろん人によります。人によっては確かにそのいきなり空腹時間から何かこう糖分を食べると、それによって血糖値が乱高下して、その後食欲が乱れたりとかする可能性もあるんですけど、まあけどですね、ぶっちゃけ大半の人が気にしているようなその体への吸収の、なんていうんですかね、吸収のその仕方の違いというか、そういうのってあんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。もちろんさっき話したように、その長い時間、何日間も断食した後にいきなり固形のものとかを食べると、それは胃腸の負担とかがかかってくるんで問題なんですけど、まあ運動した後にうんたらかんたらとか、運動の前になんたらかんたらとか、そういうのは正直気にしなくていいのかな。もうそれはですね、はっきり言ってその吸収されやすいかどうかとかって目に見えないじゃないですか。もう不必要な不安なんですよ。だからそこら辺はあんまり気にせずに普通に食べた方がいいかなと。そして早く吸収されるっていうことにはデメリットだけじゃなくてメリットもあるっていうことを知っておいてもらえるといいかなっていうふうに思います。はい、では今回は以上になります。お疲れ様でした。ではまた。